本当はおそらくなんですけど、ちゃんとした企画を練って、こういった記念配信に臨むべきだとは思うんですけども、何しろ突発的だったものでラフな感じで始まりました。こんにちは、小原めんです。ありがたいことにめんチャンネルの登録者が先日25万人を突破いたしましたと。で、この742人分の、この登録してくれた方は、俺がこの報告までに遅れた分のラグの時間でございます。大変お待たせしました。ありがとうございます。まあ今日、まあぬるっと始めたわけではあるんだけど、そう、ぬるっと始めたのには一応わけあって、ちょっと、厚倉で作りたいものがあるんだけど、その準備オーバーを、ちょっと今日、進めましょうかねっていう。はい。そういう回です。今年の目標をとりあえず30万って設定はしてるんですけど、その、ちょうど半分ぐらいですか。そう、25万っていう。この5万の方がこう、この4月、それこそ、あれじゃないかな。動画がこう、まあ、本格的に上げ始まったのはもうちょっと前だけど、チャンネル登録者の方がかなり増えたのか。今年、19万ぐらいからのスタートじゃなかったかな。ショートありつつ、動画ありつつで、いろんな方に見てもらったわけなんですけど。いやー、ありがたいことに。まだ4月というのに。まだ4月30日というのに。はい。折り返しの25万まで来れましたと。今年30万届くといいなーっていう。あんまり、自分記念配信とかちょっと慣れてないもので、まあ、ありがたいことに、登録者が100万人超えて、もう今110万も超えてと。そういう大きいところに所属させていただいている身でありながら、途端にだ。もう、はい、今から新宿のど真ん中で全裸で歩きまーすとか言ってたら、もう、ねえ。こいつは一体何なんだって話になっちゃうから。なるべくこう、まあ、ふざけたことは、なかなか言わんようにしないとなっていうのがやっぱあるんですよ。こう、ちょっと、それこそ自分のチャンネルもこう、25万っていうでかい数字を迎えてた。それこそね、昔と比べてやっぱ変わったのは、こう、お世話になってる方がやっぱ多く増えたっていう。いろんな人に世話かけてんなって思うんですよ。俺でも。こんな僕でも。なんかいろいろびっくりした。誰か警察呼んで。反乱の変態が街に忍び込んでるわ。誰か警察呼んで。カズさんか。カズさんしかいないのか。警察は。嘘だろ。何してんだ。あら。誰か、おまわりさん。なんで全裸の不審者がいるわ。おー、忘れたか、社長の顔。あ、動作でしたか。びっくりした。あ、赤パン履いてる。ちゃんと確認して。すいません。面、まさか僕の顔じゃなくてパンツで判断してんの。とてもない。何をおっしゃいますか、そんな。いや、どうぞさんだ。あ、よかった。よかった。いや、今日は25万人いた目にちょっとプレゼントをね。はい。こちらどうぞ。モーニングルーティーン。モーニングルーティーンで毎日使ってるっていう。ああ、噂の、はい。はい。ありがとうございます。これ。どうした？歯切れが悪いな。あ、いえ。これは、あれですか？どっか使用した余りを渡したとかではない。違う。今、わざわざ僕見て、砂利と火薬と作ってきたのよ。メール本当は25万人じゃ25個作ろうかなと思ったけど、はい、
素材が足りなかった。ズボラすぎません？いやだ、麺がずっとなんか真面目な話してるから、はい、ズボラぐらいがちょうどいいよっつって。おお、深っ。あ、そういう意味を持つ。そういうメッセージ。失礼しました。こちらの、すいません、ちょっと支配が及びませんでした。ちょっとね、ズボラで行こう、僕たちは。あ、もうそうですね、もう間違いなく。よろしく頼むよ。危うく、いや、ゴミ投げてくるな。いや、本当にゴミ多いな。どうしたそんな持ってることあります？ないあ、いや、新宿全裸で歩くかみたいな話すのよくないなと思って。はい。それはズボラとかの話じゃないからね。うん。まあ。あ、俺もちょっと渡せるもんが。あ、ありがとう。じゃあ、交換ね。はい。これさっき僕が渡したやつだな、これ。どう言ってですか？あ、違うか。あ、違います。びっくりした。じゃあちょっと麺おめでとうね。あ、ありがとうございます。そんな急に。今何やってんの？いや、ちょっとここの町になんかオブジェみたいなのも作ろうかなと思ってて、それの素材集めで。あ、いいね。とりあえずマロリーヒルズでクォーツをただひたすら交換してたところです。ああ、そうなんだ。はい。あ、じゃあ楽しみにしてます。ありがとうございます。もうちょっとそこそこでかいんで。あ、そう。なかなか迫力あるものできるんじゃないかな。楽しみ。またよろしくお願いします。あ、お願いします。はい。じゃあ、おやすみなさい。お邪魔しました。ん？あ、びっくりした。どうさんか。あれ？あ、いやいや。いや、なんか言った？いや、見えない。ああ、じゃあ、今、赤いのが見えなくて。びっくりした。反乱の不審者かと思ったぜ。なんか撃たれてね。気のせいか。いや、撃たれてんな。あー、これあれか、無限で撃たれてるから証拠品としても提出できないぞ。増えたな、こっちだな。いるな。よし、俺ら透明なやつを見つけると、つい斧でぶん殴っちまうやべえやつなんだぜ。さあ、どこだ。この辺で撃たれた。やったな。びっくりしたわ、今。マイクをオフにしておりました。失礼。大変失礼。お疲れ様です。サンダーちゃんだったか。もし、耐えてやったら、もう、首と胴が泣き分かれしてて、危なかった。すごい、なんかすごい TNT いっぱい出てくる。なに、すごい、とんでもねえが出てきた。危ない。殺されるところだったぜ。いや、もう。あれ？透明だった今。あれ？あ、普通にいたのか。危ねえ。ごめん。みんな、ありがとう。やめてよ。え？おの持つのやめてよ。いや、大丈夫。わらわら。大丈夫。大丈夫。何も大丈夫はないかもしれないけど、大丈夫。そうなの？ただエリトラがなくなるぐらい、かな。誰の？サンダちゃんの。俺がもらう。この間2枚ロストしたんだ。ちゃんと失ってるね。これ以上あげられない。今ログインしてる男がいて、あの黄色い人、彼めちゃくちゃエリトラ蓄えてる。あいつからだったら、そうとっても大丈夫、怒られない。もらいに行こうかな。いや、もう、喜ぶ、むしろ。大抵は喜ぶね。大抵だったら大丈夫。そう、8枚ぐらい持ってるから大丈夫。25万、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。まあ、まずは、それだけ。この、プレゼントもらってありがとう。ちょっと、
むしろちょっとこちらからも、ね、あのいろいろちょっとバックできるように頑張ります。この間のゲーム楽しかったです。ああ、はい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 、あっちに作ったやつだ。あれ大丈夫、初めてやったから。ああ、いや俺動画見てたんですけど面白かった。なんかすごいゴリ押しプレイ、なんかあれ謎解きすっ飛ばしてた。あれあれあれ本当にわからなかった。あー、でも突破できて何よりです。あのクリアできないが一番やばかったんで、よかったよかった。ありがとう。やばばだったね。ボケツ掘るから帰るわ。ちょっと会いたかった。いや、ちょっとまた今度、また多分ぬるっとあの町近辺に現れると思うから遊びに来てくれ。また遊びに来るね。はーい、ありがとうね。ご分を、ご分を。バイビー。バイビー。飛んでった。はい、先ほど会話の中でチラッと出た通りなんですけど、たつさんチャンネルにて二人が当選してる様子が見れると思いますので、ぜひ。メンチャンネルで謎解きの解説しようと、カタタンチャンネルで、まあ、謎を解くから、まあ、みんなで考える方がいいかと思ったら、たまたまドア開く。俺、プレミア公開で、こっそり見てたんだけど、びっくりした。開いたーと思って。動画の中で、これでゴリ押しで開かねえぞとか言ってたんだけど、全然開いた。もうちょい複雑な、はい、あのロック組んでいきます今度は。大変失礼しました。やっぱりこれちゃんって、おい、ベリー座っとる。おいおいおい、おかえり、おかえり。あ、猫だ、かわいい。おいおい、あーあー、なんでタイタイジュニアいんだ、なんで。いやいや、これウマゴンだから。いや、お前今やったらやらならないことを言ってしまったぞ、大丈夫か。そっか、それウマゴン。まあいいんだ、そんなことは。あー、はい、すいません、なんでしょう。今日はプレゼント2つ持ってきました、はい、ありがとう、ありがとうございました、はい、すいません、じゃあお疲れ様です、はい。あ、ちょ、待って、待って、待って、あ、なんです、せめて言わせて。あ、すいません。うん、適当にあしらっていいからさ。これ、はい、これ、役目を終えた、馬です。これなんかさ、ああ。老後の老人ホームがあるって聞いたんだけど。うん。そしたらじゃあ、こちらの方に、はい、あ、ほんと？いただければ。役目を終えたの？馬を。あれ、いや、もうちょっと生まれちゃって、優秀な子が。あ、じゃあそっちもらう。いやいや、なんで。え、いやいや、じゃなくて、馬ゴンはだってタイタイ島のシンボルだよ、うん、いや、で、新しい子の名前が新馬ゴンなの。あ、だからそっちいただきますよ。なんで。あれだよね、新仮面ライダーみたいなノリで、やっぱ昔の方より俺最新作欲しいな、うん。俺は、はい、古き良きがいいと思ってるから、このやっぱ初代馬ゴンをあげようかなと思って。あ、いや、いいよ。いや、あげるって言ってんの。いや、俺新馬ゴンもらえるから。いやいやいや、じゃあ嘘です、新馬ゴンは。なんで馬ゴン捨てちゃうの。捨てるんじゃなくて、なんか輝ける場所がもっとあるんじゃないかなと思って連れてきたんだよね。大体とにはかなわない。もう早く受け取ってくれよ、もう。めんどくさいな、おい。頑張るんだぜ。じゃあ、馬ごまあまあ、そんなことはよくて。あ、はい、あ、すいません。あ、これ1個、これ1個目。これ1個目、これ1個目。こんなことって言われたぞ、お前今。これ1個目ね。はい。あ、目、目、千葉知ってるもん。千葉知ってる、うん、いつかこいつ噛み殺してやるからなって顔してるもん。あ、もう許してくれた。ああ。で、ちょっと、はい、はい。で、まあまあまあ、何を隠そう。はい。25万人記念ということで。あ、はい。ありがとうございます。素晴らしい、赤スパを持ってきました。おう。赤スパ。
捨てるなって。ごめんごめんごめん。ちょっと今金ないから、金ないから。はい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 。そう、これでなんとか赤スパの代わりにしてもらえないかな。うん。え、大体500万渡すけん。いいの？もう何を見てるんだ一体。あれ？あ、ちょっといやいやいや、あ、間違えた。日本語間違えた。あ、間違えた。よかったよかった。大体何でもしますけんよ。あ、分かったんだったらいいや。うん、いや、ペイペイで普通に今、タイタイに送るから。ペイペイで送る？あの、請求するってやつあるから。うん。タイタイに送る。ペイペイで？うん。はい、大原さんからペイペイの支払いリクエストが来ました。タップ。はい。まあ、10万は高いって。ちょっとリアルな、なんかギリの高さやめろよ。1打った後に0押せるだけ押した、うん、100いけないの。多分ね、100いけなかった。多分限度額だったこれが。まあちょっとギリ無理かな。一発ギャグ10連発とかの要求することも一応可能ってことですか。まあ常識の範囲内なので、まあものすごく私が疲れるっていう、そういうデメリットありますけれどもまあまあちょっと失うものが大きすぎる可能性もありますけどね、それは。ああ、なるほどなるほど。まあ日々一発ギャグで食ってるキャラではないので。え、でも 俺が記憶してる限り大体昔と、うん、2年前ぐらいな。2年前ぐらい一発ギャグしますって言って、2年前ぐらいにちょっとこう爪痕を残そうと頑張ってた頃の、がむしゃらに頑張ってた頃の俺。それがむしゃら大体時期。うん、忘れてくれとりあえずこれから出す大体動画の冒頭3発に一発ギャグをやってもらうみたいな、うん、そういうことも一応請求は可能。一生動画が上がらなくなるんですだとするならば、うん、そっか。うん、多分タイタイがいる時に俺あの要求しに行くわ。そしたらまあ本当雑でいいんで、昼夜、うん、とか配信してるもんね。まあ夕方とかね、はいはいはい、よくしてるから。何すんだよ俺だけ。なあ、俺じゃねえだろ絶対おかしいだろ。俺も行ったびっくりしたびっくりした。タイタイに叩かれたかと思った。いや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 、あ、しない。え？え？いやいや、なんでもない。とりあえずあの立てると自体はもう裏でやっちゃおうと思ってたから。出た。裏くらめ。なん言いたいことなの。ちょっと言えよ。いや言ったじゃん。あー、ごめん、言ったのか。裏くらめだってちょっとすぐ手が出るあなた。いや、俺じゃないよ今。俺じゃないの。金人参です。いや、危ない。よくもタイタイを叩いたな。よく言えんな、そんなこと。いや、もう消しかけて、これ消しかけてんじゃねえか、言った。おい、タイタイに手を出すな。ほら、おい、お前、背中を押すな、背中を。ああ、これじゃダメなのか。これじゃダメだよ、まったく危ないな。難しいこと言うね。いやいやいや、簡単でしょ。そっか。まあいいですわ、ちょっと。はい。25万におめでとうございます。ありがとうございます、ちょっと。じゃあ、まあ、あと1週間くらいで30万に行くということで、また来るから。じゃあ頑張れよ。30万いったら30本動画の1本一発劇るんでまずいですって。それあんたにメリットないねそれ。いや俺が笑顔になる、うん、いやいや俺のデメリットだけじゃんそれ。いや30万、いや25万だから 25発劇するの今まずいって。いや1でもやりたくないのよ別に数にうんぬん言ってるわけじゃなくて、数の問題ではない。行為自体が嫌なのよ。そうそうそう、そういうことか、うん、一発あるだけでも違うのか。もう違う、そうじゃないっていう、うん。一発ギャグ25日分かな。じゃあ本当応援してるわ。頑張ってな。じゃあな、ああ頑張れよ。なんか立てんのよくわからんけど。ああ、はい、なんかよくわからんの立てます。はい。おーい、あーい。アディオー。あーい、おつです。あー、終わり。さていった。改めまして25万人ありがとうございます。ちょっとこれからも年々30万人目指して。頑張ろうと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ということで、じゃあのバイバイ。トツボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。